んにちは。ここは東武鉄道の西新井駅です。今回なんですけれども、この東武伊勢崎線の休線跡についてご紹介したいと思います。この西新井から、金ヶ淵のあたりまで、休線跡がありますので、こちらをご紹介していきましょう。それではここは人通りが多いので移動したいと思います。よろしくお願いします。まず最初にご紹介するのはこの駐車場ですね。目の前に東武伊勢崎線の線路があるんですけれども、ここですね、微妙にカーブをしながら西新井大師の方に向かっているわけなんですけれども、ここはですね、以前線路が張ってあったと。じゃあこの線路一体何に使っていたのか。ここはですね、日進坊の工場への引き込み線だったみたいなんですよね。このね、地図で見るとこう緩くカーブしてるんですよね。そしてこのまままっすぐ進むと道があるんですけど、その道が線路の跡だったということなんですね。まあ、とりあえずこれはこれでいいとして、本線ですね、こちらの東武鉄道の本線、北千住までとりあえず行こうかなと思うんですが、北千住の手前の小菅まで行こうと思います。日進坊の工場への引き込み線、これはまっすぐ行きますと現在では西新井の有尾に向かっています。そして私はここ左に曲がりまして、北千住方面へと歩いていくのです。西新井の駅の端っこまで来ました。目の前には車止め、多分これは大師線の線路かな。そして反対側を向きますと道がまっすぐ進んでいるのが分かります。地図で見てもここすごいまっすぐ進んでいるんですよ。ここはですね、亀田トレイン通りといいまして、その名の通り電車が走っていた道路です。ここはですね、東武鉄道の伊勢崎線廃線跡、休線跡ってことなんですね。近くに亀田トレイン公園というものもありますので、ここに行きましょう。到着しました。ここが亀田トレイン公園。目の前には車輪が置いてあります。この車輪はこれの車輪ですね、スポーク付き車輪を使った電車ということですね。これはどこだったかな、向こう島に東武の博物館があるんですが、これの車輪ですかね。そしてこの車輪の先には線路のような形を模したものが、このように模様として描かれています。現在の東武伊勢崎線が開業したのは1899年、その後、1923年に現在のルートに改められました。その改められた理由なんですが、荒川放水路の建設に伴い、少し線路を東側に移転したということなんですね。では荒川放水路とは一体何なのか。現在でこそ荒川という名前がついていますが、当時は荒川放水路。この現在でいう荒川がなかったことで、この辺り甚大な水害が毎年起こっているような土地でした。その中でも1910年の水害はとてもとてもすごかったみたいで、死者が何百人いたり、行方不明者が何人だったり、怪我人が何人だったりと、非常に甚大な被害を受けることになりました。このままではいかんということで、明治政府は川を作ることにしました。現在の荒川です。この荒川が以前は荒川放水路という名前だったんですけれども、この荒川放水路を作ることで、水を逃がし、水害を減少させるということに成功しました。この荒川放水路の建設に伴い、東武鉄道は川に沈んでしまうことになってしまうため、ちょっと別の場所に移ってくれませんかということで、現在の線路に移転しました。そして現在歩いているこの道こそ、旧伊勢崎線の廃線跡、休線跡ということになるんですね。ここ昔は鉄道が通っていたと、ということで亀田トレイン通りということになったんですね。それではこのトレイン通りどこまで進んでいるのか、休線はどこで現在の線と合流するのか、それは北千住の手前なんですね。北千住の手前まで歩くかどうかちょっと悩みどころですが、とりあえず進んでいきたいと思います。さて、ちょっと歩いてきました亀田トレイン通り。この先はちょっと曲がっているみたいですが、鉄道はもちろんまっすぐ進んでいます。先ほどの亀田トレイン通りはカーブしてしまいましたが、先ほどの線と合流しました。目の前には足立梅田郵便局、これは線路が撤去されてから建てられたものですね。もちろんそうですよね。そしてここ、このまままっすぐ道は進んでいます。ここは梅田通りです。一応廃線跡歩きということでやってますが、もう一切面影もなく、当然ですよね。100年近く前に廃線になった線路ですから、何にもなくて当然です。そしてここは都内の一等地、足立ですからね、何もなくて当然だと思います。このまま荒川まで突き当たるまで歩いていきましょう。今日はお散歩日和です。
さてしばらく歩いてきまして、ここは梅田の交差点、日光回廊と交わるようなところです。ここもうまっすぐ行けないですね。まっすぐ行きますと志村新仏具店、これ以上は行けないですね。とりあえず荒川までは行ってみたいと思います。建物は建ってしまいましたが、土地の価格そのまま残ってるみたいです。ここに塀がありますけど、反対側も同じ形に塀が立ってますね。建物の立ち方もなんだかこう斜めになってたり、ちょっとよく分かんないような形をしてます。これはもう鉄道が走ってた後ということにしておきましょう。100年も前の話ですが、住宅街の中を歩いているといった感じなんですけれども、これ一つ斜めに向かう道を発見しました。ここがおそらく旧線跡ですね。こうまっすぐこうさっきの方向、北方角に戻りますと、ここに先ほどの仏具店がありまして、ちょうど一直線上になりますね。ここ多分鉄道が走っていたということですね。そしてこの隣にあるこの建物すごいですね。一体いつからあるのか、どこから入ったらいいのかわからない、すごい古い建物ですね。いいね。で、これこの建物2階建てなんですが、2階に上る階段がないですね。いや、いいよこういうの。これどこから上入るんですかね。本当面白いな。そして歩いてきました。そしてようやく到着。ここが荒川です。かつての荒川放水路、この川を人工的に作られたんですね。ちょうど特急日立が走っていくところです。現在立っているところが東武線の旧線跡ですね。ちょうどこの真下に線路が走っていたと。そして現在通っている現在線、常磐線と東武線のこの鉄橋、この鉄橋をくぐってこの辺にある北千住に入っていったということなんですね。この川が昔はなかったっていうのがすごいですよね。完全なる平地だったんですかね。で、この鉄橋も以前はなかったと。当然ですよね、ここは川ではなかったわけですから。そして現在旧線のここをまっすぐ、ひたすらまっすぐ進みますと、先ほど言った西新井に到着することができます。この荒川放水路ができて、現在線に移ったのは1923年ですからね。当時先日ご紹介させていただいた、東武鉄道の未成線、西板線、この西板線もこの荒川放水路ができるかできないかちょっとよく分かんなかった頃に、建設を計画していたと。で、この荒川放水路を渡る橋をどこに作っていいのか分からず、その調整も難航してできなかったという背景もあります。ということで、東武鉄道の旧線歩きはこの辺で終了にしたいと思うんですが、この先、北千住で合流した後、金ヶ淵まで旧線跡は別のルートを通っていたと。そして堀切の駅もまた別のところにあったということで、2部構成にしたいと思います。ということで、今回の動画はここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価のボタンもポチッと押していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。